はいどうもゆきです。モブ縛りでパワーポケマン実況プレイ続きやっていきましょう。今回はちょっとね、選手能力をいっぱい鍛えていきたいかなと思ってるんですけど、コントロールもついでに落ちちゃうっていうことでね、気をつけなきゃいけませんね。6月21日か。あ、今日は俺の誕生日じゃないか。そしてゆきくん誕生日おめでとう。ありがとうございます。ケーキ買ってきてあげたわよ。マジで生徒一人一人にやってんの、すごくね。ありがとう先生、うまそうだな。それじゃあゆきくん練習頑張ってね。あ、忘れてた、これも一緒に飲んでね。ん、胃腸薬なんだこれは。なんで買ってきたんじゃないの。え、市販ので胃腸薬必要ってどういうこと。先生が作ってきたで胃腸薬必要ならまだわかる。いやー、どうしました。ゆき先輩大変だわ、誰か担架を持ってきて。お腹が空きすぎて倒れてしまった。ふざけんなお前、なんともなかった。心配お前、人の心配返せこの野郎。なんだあいつは、なんなんだよ。いやでも意外とマジで怪我しないっすね。その怪我丸とタフマックスだったら数字以上に怪我しないよっていう風にそれは教えてもらったんですけど、意外としないですね。なんかね、当時の雑誌とかにも載ってるぐらい、雑誌なんだっけな、攻略本なんかに載ってるくらい、それがねメジャーな攻略法だったみたいです。僕は当時はね、まだパワポケ1の GB の頃はさすがにやってなかったんで、そういう情報ありがたかったです。ん、あれは暁高校のエース碇守。この前の練習試合の恨み忘れてへんで。ここはバナナの皮大作戦やな。コスチュームチェンジ。進むのやつどこ行ったんだ。お、来よったな。おい、バナナの皮で滑って転んで頭でも打って、野球ルールを忘れてしまえ。まあそんなにうまくいくわけないけどな。兄さん待ってよ。お、いたった。何を踏んづけたんだろう。進む、危ない。え、あと進む。多分俺はそこまでやる気はなかったんや。死んだなこれは。逃げろー。そして、うん、そんなことがあったの。でも車にひかれたのはバナナで転んですぐに立ち上がらなかったからでしょ。ガイドさんは無関係よ。いやそれ通んねえだろ。え、いやせやけどな。えい、このことは私とガイドさんの二人だけの秘密にしておきましょう。間違ってもゆうきくんに知られちゃダメよ。あいつは真面目なとこがあるからな。普通に通報者だけどな。その夜というわけです。でかした96号。このネタは利用価値があるぞ。ここ報告しちゃったからな。このまんまスピード練習をちょっとやりつつ、コントロールそろそろ1回ぐらい挟むか。下がってる分なんとかケアしたいよな。いよいよ明日は待ちに待った夏の大会の1回戦だ。この試合に野球部の運命がかかってるんだ。でも相手は暁高校でやんすよ。全力でぶつかるだけだ。進むくんと勝負か。楽しみだな。いかに進むなら、ん？あ、いやー、なんでもない。試合に出たら分かることやしな。その夜、父さん、俺明日試合なんだ。そうなのか。見に来てくれないかな。相手は去年甲子園にいた学校なんだ。まあ明日なら。やったー。これね、父子家庭なんですよね、主人公んち。同じ頃、夏の大会の最初の相手があの暁高校だから大丈夫と思ったけど、なんでも暁高校のキャッチャーの子が怪我しちゃったって言うじゃない。下手をすればうちが勝っちゃうじゃない。なんとかしなきゃいけないわね。次の日、試合直前。大変です。先輩のお父さんが車にはねられたって。え？そういえば球場に来てないし。ゆきくん、試合は私たちに任せて病院に行きなさい。あ、はい。そして。え？そんな人を入院してないわよ。は？そして。ん？息子のやつ試合に出とらんじゃないか。せっかく仕事を切り上げてきたのに。さっきはお釜声の変ないたずら電話がかかってくるし、今日は散々だ。そして、試合はどうなりました？負けよ。みんな頑張ったんだけどね。そんなぁ。で、お父さんは大丈夫だったの？それが、そんな事故なかったって。犯人は教頭ですね、完全に。え？どうしてこんなことに、お釜声の男が犯人ですね。先輩すみません。いたずら電話だなんてちっとも。いや、ゆきちゃんのせいじゃないよ。あーん。泣きながら走っていっちゃったでやんす。俺も泣きたいよ。いや、そんな暇はないんだよな。まあ、そうだよな。もう、暇はないからな。頑張んなきゃいかんからな。でっかいコントロール練習挟んで、これで、ちょっと待って、主人公能力的には今どんくらい？ 137 キロ。コントロール結構消費されるよな、やっぱり。もう一回ぐらい挟んでおくか。140ぐらいにはしときたいな。もうちょいいっとく？なんか2回、1回とかのバランスがいいのかな。両方とも下げずにでき、いやー、急速下がってしまった。じゃあ上げるか。下がってしまったは1回で元に戻るんですかね。どうなんだ？あ、上がったわ。じゃあ1回で元に戻るんだな、これは。したら、1回の球速練習で、コントロール2落ちるから、球速1回に、コントロール15上がった？めちゃくちゃ上がったんだけど。なんで？急にめっちゃ上がったんだけど、切り板とかそういうこと？え、ってなると、コントロール C 行った。
タミナも逆にもうちょい上げたい説が出てきたが、したらスピード練習をちょっと重視していきましょうか。これで上げつつ、俺が野球部なのも今日が最後や。え？そんな、野球部が存続できるかどうかまだわかんないのに俺たちを見捨てていくんですか？アホか、運動部の3年は夏の終わりで引退することになっとるやろが。ああ、そういえば。じゃあけど卒業までは時々部室によってお前らがサボってないかどうかチェックすんで。はい。ライドウさん引退か。ということで。はい。とうとう、こちらのチームになってしまいましたね、完全に。いやー、ゴミみてえな能力しかいねえな。ゴミみてえな能力の中でやっぱり、金、銀、パルはさ、走力 B なんだよな。これがね、新井さん兄弟は、ほんともう嫌なんですけど、嫌なんですけど、ワンの表やるときは、意外と足速くってね、助かるんですよ。アドバンスとかでも強かったんでね。意外と強いっていう。逆に他のモブどもがもうゴミ中のゴミっていう。やばいよな、佐藤とかも。田中とか。ただこのチームで勝ちに行かなければいけません。投手はもちろん僕一人ですね。ここなんとかしなきゃいけないんだよなぁ。どうすっかなって話なんですけど、まぁ、超得取って絶輪取ったらワンチャン、そこのスタミナの足りなさはケアできると思うんですけど。いやぁ、ノリカから取んなきゃいけないからなぁ。それもそれできついんだよなぁ。あ、急速上がったナイス？あ、大丈夫か？あ、最悪。怪我をしてしまった。医師の診断によると、全治約3週間の脱臼らしい。マジか。マジか、やっぱ怪我はあるのか。でも能力落ちてなくね？あれ？能力落ちてなくない？怪我丸ついてるけど、怪我したけど。能力は大丈夫なの？まあまあまあ、じゃあ。大丈夫じゃね？誰か見舞いに来てくれ？仲間たちよ。なんで誰も来ないの？え、仲間の評価どんなもんなの？そこそこ高いやん。半分ぐらいあるやん。誰か迎えじゃねえよ。見舞い来いよ。誰も来なかった。おー、ギリギリ間に合った。いよいよ秋の大会だ。なのに誰もいないぞ。みんなどうしたんだろう。あ、ここにいたでやんす。どうしたんだ？補習でやんす。は？妖刀先生、試合の前の日に補習だなんてひどすぎます。あら、学生の本番勉強よ。このクソ親父。これ可愛いよな。そして試合。まさか野球部全員が補習とはな。だが今日勝てば野球部の存続が決定するんだ。少々の疲れなんて問題じゃないぞ。大きいやる気上げていく。ここで勝つしかないでしょう。地方大会1回戦。赤とんぼ高校ですね。意外と能力値高いな、向こう。てか、だが 2D あるの結構きついよな。よし、頑張るぞ。勝てるかな。いや、勝てるだろ、どう見ても。お前らの方が有利なんだよな、明らかに。コモリンじゃん、ピッチャーじゃねえや、バッター。向こうコモリンいますね。ちょっとここは、でもコモリンもね、大人になってめっちゃおっさんっぽくなりましたからね、彼。小学生の頃はあんなに可愛かったのに。メジャーセカンド地味に読んでますね。そんなになんか、ね、流行ってなさそう感ありますけど。メジャー面白かったからな。やっぱ本家のメジャーは超えられないっていうことなんでしょうか。あと最近ね、ミスターフルスイングのアクリルスタンドだっけ、なんだっけ、なんかグッズが発売されることになって、あれめちゃくちゃビビりましたね。ツイッターで見てめっちゃびっくりして、ツイートしたんで、よかったらね、皆さんツイッターも見てみてください。さて、そんなこと言ってる間に、残り二人になったわけなんだが、スタミナの消費が激しい。でもさ、高速スライダー3球投げるとしたら15かかるわけじゃん、スタミナ。おー、ナイス。って考えると、1イニングでスタミナ最低でも50ぐらいはかかるって考えたらさ、結構消費激しいよな。やっぱもっとスタミナ必要だな。絶輪取るべきか？絶輪取り行かなきゃいけないか、ノリカから。オッケー。ノリカ相手に絶輪すんのやだな。まあでも、ファーポケ3のイベント見てる限り、朝から絶輪してたみたいだけどね、数回戦で。オッケー、ナイス！間に合え！足遅い。足遅すぎやろ、あいつ。オッケー、オッケー、オッケー、ナイス！よしよし、綺麗に落ちた。いや、田中、あそこは頼むよ、マジで。プロになれないよ。それで走れ、平山。なんで戻ろうとした、あいつ。いやー、この CPU がばいのマジでやばいからね。オッケーオッケー、ナイス。間に合った、危ねえ。間に合わねえかなと思った。金打ってくれ。よい。よし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 、めっちゃいいめっちゃいい。荒井さん兄弟、さすが。ちょっと待って、代打誰かいないか。佐藤、あ、代打誰もいねえわ。そうだ、うちのチーム人数ギリギリなんだ。一人怪我したら終了なの忘れとったわ。
そこピッチャーやばいよな。あー、せっかくのチャンスが、せっかくのチャンスだったのに。クソマジでちょっと今の痛い。マジかー、今ので点取ってここ押さえて終わりにしたかったんだけどな。まあ、9回裏でなんとかやっていく。いやマジか佐藤この野郎、ゆきちゃん絶対渡さねえからなお前。高速スライダー投げて OK。 さてさてここで9回裏、銀亀パル、新井さん兄弟2人いるって考えたらワンチャンあるんじゃないでしょうか。 OK ナイス、強っ、めっちゃいいとこ転がすやん。そう、え？盗塁の指示ってどうやってた？出せたけど、これ遅くなかった今出すの。さすがー、足速い、ナイス。ここ、いや、は？最悪。え、金。マジか。マジか、今のでアウトになるの辛いな。で、これ走る予約しといたから、多分、新井さん兄弟はね、走っていける、オッケーオッケー。さすが、足速い。んで、田中が長打打ってくれたらワンチャンある。あ、無理だな。あー、田中、足くそ遅い。遅すぎやろ、田中。あんたが今、足速かったらなんとかなったのに。そう、まずいよ。ただ、新井さん兄弟の盗塁戦法は割とありな気がする。もう毎回盗塁指示出していいと思う。で、1点取ればいいんでしょ。まあ、他の試合でも、ここのキャッチャーが弱いだけなのかな。いや、でも結構足速いから、そもそも走力 B あるから、新井さん兄弟の盗塁他の試合でもやって良さそうだよね。ちょっとこれはいい学びになったので、感謝しましょう。赤とんぼ高校、ただ君に感謝をっていうね。はい。これで、コモリンも抑えていって、10回表。まずいな。勇気のスタミナがどんどん減っていく。これ、代わりの投手がいればまだよかったんだけど、誰もいないからな。主人公のスタミナ、うわ！マジか。主人公のスタミナ切れた瞬間、詰むんだ、こっち。そう。結構厳しいかもしんない、この縛り。限界投手。一人しかいないっていうのがね。代わりがいないっていうのが思ったよりも厳しいかもしんない。もうモブだけの、ドキ、モブだけのパワポケワン。いや、まあ、でもね、こういうのがやっぱ楽しい説あるんで。え？え？何やってんの？いや、走れよ、平山。お前はお前で何や、走れよ、お前は。なんだあいつ。え？走りはしねえんだけど。え？こういうとこあるからな、パワーポケワン。走る平山、お前。やばくない？やっぱり、パワーポケワン。やばくない？ここ！あー。そう。佐藤、またチャンスだぞ。お前、なんとかしてくれ。悪くないんじゃない？ナイス！え、これ、いった？オッケー、これ金か？金だよな、多分。なんとかなったー。よかったけど、平山お前ふざけんなよ、マジで。頑張ってくれ、もうちょい。息ボコボコ。やった、勝ったぞ。この調子で頑張るぞ。こんな人たちに負けるなんて、お前こんな人とか言えねえだろ。情けないな。まあでも、総合力 G だからな。確かにって感じだけど。勝った、勝ったぞ。勝ったでやんす。おいら野球が上手くなった気がするでやんす。気のせいだよ。球速が上がったような気がした。マジで気のせいだったわ。あの、自己評価めっちゃ上がっていく。自己評価、自分の評価上がっていく。え？野球部が勝っちゃったじゃないの。ほほう、これで野球部の廃部は中止ですの。何をするんじゃ？え、悔しい。野球部の存続が決定した。ありがとうございます。よし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 。で、能力値はないね。取得ポイント17。素早さ7あるのも、まあ、もったいないけど、どうしようもないからな。これで141。いいよいいよ。いや、でも、球速140キロいってんのか。140あるんだったら、正直ちょっと余裕あるよな。スタミナコントロール上げいく？スタコンをもうちょい上げておくか。タフさも下がってきてるから、一回スタミナ上げしておく。ついでにタフさを上げて、怪我しにくくしておく。
よし、2回戦だ。今日の相手の白鳥学園は昔は甲子園の常連だったらしいですよ。じゃあ今は大したことないんだ。煽るな煽るな。怒ってんぞ。殺す。めっちゃブチ切れてる。あれ誰？多分白鳥学園のキャプテンじゃないでやんすか？んー、まあいいや。よし、頑張るぞ。あれ？その紐が切れた。なんだか不吉でやんすね。そして、8回の裏、4対3。白鳥学園のリード。どうなってんだよ。相手はそんなに強くはないだろ。なんか変だな。妙にイレギュラーとかエラーが多いぞ。なんかやられてますね。だがこの程度で人へこたれるような極悪高校野球部じゃないぞ。まあもっとピンチはたくさんありましたからね。地方大会2回戦。お、総合力 F。さっきの奴らより弱いやん、これ。これ1回戦より勝ちやすいっしょ。よし、頑張るぞ。こんな下品な奴らに負けてたまるか。こんな下品とかな。こんな事実どこで知ったっていう話なんですけど。おーい、おい、おい、足早。足早、めちゃくちゃ早い。盗塁指示出して、盗塁指示さ、どのボタンで出してるか分かんないから、A と B を押しながら十字キーぐるんぐるんやってんだよね。そうしたら出てるっていう。多分どっかしらのボタンではあるんだろうな。3投できっかな。3投もできんじゃん、強っ。やば。え、荒井さん兄弟異常だな。これで、バントできたらいいんですけど、バントのボタンは分からないので、バントはせずに、OK、ナイス！よし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 。いや、この戦法ありだぞ。しかも次、金尾でしょ？ということはまだチャンスは終わっていない。そもそもバッティングもなんか知らんけどできるし。じゃ、これでまた3投してもらって、できるかな？調子乗りすぎ？いけんじゃん、早っ。ガチで早いんだが。ここで金尾で打ちゃいいわけでしょ？いや、入るんかーい。チンカーかーい。ここ！あ、これ厳しいか？いや、行ったな。行ったな、ナイスだな。そっからよく走ったな、お前、お前で。勇気あるな。で、しっかりと盗塁指示出しておく。オッケー。これ、盗塁どのボタンなんだっけ？あ、今なんかいい感じで行ったぞ。A ボタンか？ AB 両方か？なんかそこら辺でスッと行った気がする。これで3投までしておいて、はい、打っていくと、マジ、お前はトマルくんかって話なんですけど、一回一塁出たらもう確定で三塁まで行けるみたいなルールあんの？強すぎでしょ？荒井さん兄弟。異常でしょ？ここまで強い荒井さん兄弟だったら、逆にこの三兄弟をゲットしておくためにノリカと結婚ありだぞ。こんだけ早かったらプロでも大活躍な気するんすけどね。あー、やばい。しっかり見てけ。これさ、他の奴らは足どうなんだ？うん、ま、ざっけ、走れ走れ走れ、行け、行けよ。なんで行かねえんだお前は。おかしいやろ、明らかにチャンスでしょう。もうね、マニュアル操作が一切ないんで、パワポケ1は。GB 版のパワポケ1はね、守備と走塁のマニュアル操作ゼロなんですよ。一切ないんですよ。いやー、操作させてほしい。もうさ、DS とかアドバンスのオート操作とか強いと思うよ、守備走塁。思うんだけど、ゲームボーイカラーに関しては、もう自分でやった方が絶対強い。自分でやった方が明らかに強いと思ってる。敵だけ、その CPU 操作でガバイことしてもらって、こっちはマニュアル操作できたらベストなんですけど、そんなね、都合よくはいかないんすよね。おー、陣内さん。大丈夫、大丈夫。しっかり耐えていって、ここ高速スライダーですよ。もう、スム君に教えてもらったからね。さすがに負けませんよ。オッケー。やった、勝ったぞ。この次も勝って甲子園に行くぞ。こんな奴らに負けるなんて。まあ、総合力低いからな、お前ら1回戦の赤トンボより。勝った、勝ったぞ。勝ったでやんす。おいら野球が上手くなった気がするでやんす。あ、球速上がった。ナイス。自分の評価も上げていく。白鳥学園のキャプテンが試合が終わってすぐに倒れたらしいですよ。なんで？さあ、上ごとで呪いが失敗したとか言ってたらしいです。呪いをかけていたんですね。大東亜学園キャプテン、鋼剛。決勝進出おめでとう。はっ！決勝の相手は極悪高校だ。奴らの弱みは握ってある。暁学園の怒り進む。その交通事故に野球部が絡んでいたとなると。なんで話したんだお前は。野球部なくなっちゃうかも。お待ちください。ん？極悪高校ごとき、実力で粉砕してご覧に入れます。かっこいい。さすがは鋼さん、かっこいい。それにスキャンダルの暴露は万が一試合に負けた後でも OK ですよ。おほう、それもそうだな。甲子園出場を決める大事な試合の価値をわざわざ下げる必要もないか。はっはっは。でもこうなったら、いや、勝つしかないでしょ。
今能力値的には、おお、両方 B になった。コントロール150ありゃ十分じゃね。したらスタミナも150ぐらいまで持ってって、もう一回でいけるか、まあ、この試合でいけるのか。そうしたらあとは球速上げと変化球取りたいよな。ここに振っていきましょうか。よし、今日の試合に勝てば甲子園だ。いよいよですね。あれ、弁当が並んでるでやんすね。うまそうだな。ガイドさんの差し入れかな。お、うまいでやんす。僕たちもいただくんだな。君たちクリーンナップだからね、うちのチームの。頼むよ。おー、応援に来たで。なあ、お前ら、試合前にそんなもん食って大丈夫か。え、ガイド先輩が持ってきたんじゃないんですか。お前ら、食べるのはやめろ。すぐに気づいた。え、あれ、痺れる。そして、痺れ薬入り弁当？卑怯だわ。相手の学校に抗議してくれ。でも証拠もないし、おい、極悪高校のキャプテンはお前か？ああ、そうだけど。どうもそちらの選手は体調が悪そうだな。ちょっと悪いものを食べたんでね。では試合を延期するか？え？試合の結果を体の具合のせいにされたくないからな。正々堂々正面から叩き潰してやろう。どうやら痺れ薬はこいつらじゃなさそうだ。こいつらではないんだけどね。いや、そんな気遣いはいいよ。でも叩き潰されるのはそっちの方だぞ。はは。そんな口が聞けるのなら心配なさそうだな。実は立ってるだけで精一杯なんだけどね。やる気下がった。地方大会決勝戦、あ、総合力いい。おっと、赤とんぼ学園最強か。じゃあ今回はここまでにして、次回この大東亜学園を吹き飛ばしていきたいと思います。どうぞご期待ください。じゃあよければチャンネル登録高評価もお願いします。バイバイ。